長靴初めて買いました。よろしくお願いでは毎年新入社員でキャベツ研修と称しまして、毎年フィールドワークを通じてキャベツを収穫栽培しています。キャベツ研修、もちろんお好み焼きにキャベツというのは欠かせない食材ですので、キャベツの収穫栽培を通して新入社員にはキャベツのことをより深く知ってもらうというのと、それを通じてお好み焼きについてもしっかり語れるような社員になってほしいというのがこの研修の狙いになっています。この繋がっている部分ですね、はいはい、ここが見えるので、ここに装置を押し当てて体重で簡単そうに見えて多分難しいところ。そうですね、なかなか力が弱いところです。何かな、か取れたと思うんだけど、どうですか先生。お、完璧です。じゃあ完璧に取れました。ほら、おお、はいはい。力はやっぱ育ってたら、うん、やっぱり自分でお好み焼きも焼くんですけど、うん、その時にやっぱり味の違いが、うん、なんかやっぱ愛着を持てるというか、うん、美味しいなっていうのを感じます。重労働だなって思いますけど、ここまで大きくなると結構愛着が湧きます自分であんまりその農業をする経験っていうのは今までなかったもので、うん、ここ、まあ、自分たちで植えて、そこから作るっていうことで、すごい今、まあ、一種のその感動じゃないですけど、あ、こんなに自分育ってるんだなっていうのが、まあ、嬉しいですね。どうぞお願いします。一個十二。クラブを代表してチームと、ユースチームぜひ届けたいと思いますので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。オタウクソース新入社員の皆様、サンフレッチェ広島の土肥光大です。この度は新入社員の皆様が育てていただいたキャベツをいただきありがとうございます。とても美味しくいただきました。僕もサンフレッチェに入団し、日々トレーニングに励んでおります。共に広島を盛り上げれるように頑張りましょう。またスタジアムでお待ちしています。